おめえの役に立ちそうなもんとなると今は、いや待て、ものじゃねえがな、この76層でちょっと変わったものが見つかったって噂があってな。なんでも不思議な石だとかなんとか、近くまで行ったやつがいないとかで詳しい話はわからないらしいんだが、今のところはただの噂ってレベルだけどな。今度はお望みの掘り出し物を用意できるよう努力しておくぜ。話をしてるところなんだ。私の髪の色をちょっと変えてみようかな。アスナにいじられたヘアカラーだけど、そろそろイメチェンもいいかななんて。私がやったんだった。あれからずっといじってなかったしさ。確かにたまには気分を変えてみたくなりますよね。どうせ変えるなら髪の色だけじゃなくて髪型も変えたいな。私ももう少し動きやすいよう束ねようかな。私パパに髪の毛すいてもらうのが大好きです。パパは髪型変えないんですか？関心かな。髪型って自己表現の一つでしょ。それってすっごい大事なことだよ。前髪の長さが少し違うだけでもすごく印象が変わるんだから。ヒリカ、ヒリトの好みに合わせようとしてる？
しかしたらその髪型にしてみるかもですけど。それってつまり見慣れてるだけってことじゃない？うん、そう言っているようにも聞こえるよ。ちゃんが真面目に聞いてるのに。まあでもイメージとして定着しちゃっているっていうのはわかるけどね。何時間も鏡とにらめっこするものなんだよ。そうそう、キリト君はちょっとデリカシーに欠けるんじゃないかな。こういうやつに限ってイメージチェンジした女の子に簡単に転んだりするかもしれないのよ。
全然わかんない。あ、そうだ、リーファも髪束ねてるよね、ポニーテール。ちょっと飛び跳ねてもらってもいい？確かに髪の毛がゆさゆさしてかわいい。か、髪より別の部分の方が揺れているような。そう来るとは思わなかったわ。ぽよんぽよん跳ねてます。リーファちゃん、ストップストップ、胸が揺れてる。そのつもりだったけど、あんだけ大きく揺らされたらさ。揺れるものに目を奪われる。ものすごく納得しました。でしょ、シリカはその髪型じゃないと揺れるものがなくなっちゃうから、そのままの方がいいよ。なんかひどいです。出かけてるみたいです。ママに何か用があったんですか？ですね。あの、パパ、お願いがあるんですけど。ご存知ですか？この76層の外れにちょっと変わった石のオブジェみたいなものがあるそうなんですけど、私を連れて行ってほしいんです。
とした確証はないんですが。多分システムにアクセスできるコンソールのようなものだと思うんです。うまくすれば私の機能を取り戻せるかもしれません。になっちゃうかもしれませんけど、あ、でもそれでパパたちのお役に立てるようになるかどうかもわからないんですが、私がパパやママと一度お別れした時にあったコンソールのことですね。私もそう思います。早く行って確かめてみましょう。ですが、コンソールに人を近づかせないために配置されているようです。おそらくあれも同じか、もしくはそれ以上のボスモンスターだと思われます。
分。距離以上は追っては来ないはずです。はい、もしモンスターがパパじゃなく私の方に来るならすぐ逃げるようにします。
完全に取り戻せないかも確認してみたんですが、あのコンソールからでは無理のようです。よし、